12-3条ラジオカフェ。この番組は市民が主役の放送局である京都三条ラジオカフェで働くスタッフが京都地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。今回のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本薫がお届けします。それでは皆さん、これからの30分間どうぞお楽しみに。はい、今回お越しいただきましたゲストの方、早速ご紹介したいと思います。お待ちかねでございました、コミュニティバンク京進からお越しいただきました。もうラジオカフェからすぐ近くなんですけれども、河原町お池の角にございますクエスチョンの館長でいらっしゃいます平野明宏さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんなに近いのに出ていただくのは、クエスチョンができてからもう何年になるんですか？もう間もなく4年になるんですけれども。お待たせいたしました。めっちゃ近かったですけどあのハテナがいっぱい並んだ建物見た方もいらっしゃると思います。クエスチョンなんです。まずこちらについてご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか？コミュニティバンク京進クエスチョン館長の平野と申します。よろしくお願いします。まずはコミュニティバンク京進というところからお話ししたいと思うんですけども、我々昨年度皆様のおかげでですね100周年迎えまして、会社名は京都信用金庫なんですけれども、ブランドネームとしてコミュニティバンク京進というのを前に出してですね、これからもコミュニティバンクとしてやっていくという意思を表示させていただいているというところですね。でユニクロさんなんかで例えると分かりやすいんですけど、ユニクロさんってファーストリテイリングっていうね会社名ありますけど、お店の看板にはユニクロさんってあるんで、そういうイメージで捉えていただけたらなと思っております。はい、コミュニティバンクという、コミュニティもバンクも聞いたことはあるんだけれども、それがつながってコミュニティバンクになると、なんだかすごくワクワクする感じもするけど、ないですよね他にコミュニティバンクっていう表現。そうですね、コミュニティバンクって、ね、言われることはよくあったんですけど、それこそもう50年ほど前にですね、当時の理事長が我々コミュニティバンクとしてやっていくっていうようなことを宣言しまして、でコミュニティバンク論っていう本も出てるんですけれども、そもそも、コミュニティバンクっていうのは、簡単に言うとこの地域に密着して、でこの地域の方々のさまざまなニーズに応えるっていうような、そんな意思の表示でもあるんです。我々金融機関なんで資金を提供するっていうところはメインであるんですけれども、それだけじゃなくって、それとともに情報とか知恵とか人とかシステム、そういったものを提供しながら、地域の役に立って、共栄ですね、共に反映していくということを目指して、そういったコミュニティバンクということを宣言しているというところですね。京都信用金庫さんじゃないですか。はい、なんでそんなことをしたんですか？やっぱりね、信用金庫って地域密着の金融機関なんで、やっぱり地方銀行とかですね、メガバンクさんなんかとの差なんかもそこで出していかないといけないと思いますし、そもそもやっぱり我々は地域の繁栄があってこそ我々も持続していくんで、まずは地域っていうところを焦点当ててやっていくというところですね。そうか、じゃあ我々がつい金庫さん銀行さんっていうとお金だけを意識してるけれども、そもそもの成り立ちであったり理念であるところでいうと、地域が外せないキーワードになってきていらっしゃるんですね。そうなんです。信用金庫法で営業エリアが決まってまして、コミュニティバンク京進でいうと京都、滋賀、大阪、この地域でしか営業ができないというところがあります、であとはですね、大企業なんかとはお取引できないですし、中小企業であったり、個人事業主の方とのお取引が主になってきますし、で、その
会社の規模でいうと資本金が9億円以下とか、もしくは従業員の数が300名以下とか、じゃあそんな決まりなんかもあって、まああのいわば我々が、地域のお客様からお預かりした資金をですね、この地域の方、中小企業の方とかにしか、還元できないというようなこともあるんで、まあ、いわば地域と運命共同体みたいな感じですね。またなかなかパンチの効いた言葉が出てきました。でも9億円以下で300名以下って結構たくさんの企業がそうでありますよね。そうですね、日本の中ではね 99.7% が中小企業だと言われておりますんで、まあ、この京都においても大阪でも滋賀でもやっぱり中小企業多いですし、我々はやっぱり地域に密着して隅々まで、足を運んでですね、お客様のお困りごとを聞いたりとか、それにお答えして役に立つということをやっていかないといけないというように思ってみんな活動しているというところですね。そしてあのクエスチョンにいてはる方々は皆さんあの行員という肩書きじゃないんですよね、お名刺いただいたときに。そうですね、みんなあのコミュニティあコミュニティマネージャーっていう肩書きが、ね、ついてますけど、で私に至ってはあのまさか信用金庫に入って館長っていう肩書きがつくと思ってなかったんで家族からは館長ってなんなんみたいなクエスチョンってなんなんみたいなこと言われますけど、博物館の館長とか結構こう館長と名のつくと一気に印象が変わります。そうですよね、館長はどういったお仕事なんですか。そうですね、なんか幅広いんですけど、まあ、あのクエスチョンってビルが、まあ、あの地下1階から上は8階で、屋上も実はありまして、屋上も、はい、ここの運営管理っていうのももちろんハード面でありますし、でもその中で働く人たちもたくさんいるんで、まあ、コミュニティバンク共振の職員私含めて11名いますし、まあ、そういったメンバーのマネジメントとかもしないとダメですし、でそのクエスチョンっていうビル自体が、あとコアパートナーっていう方がいらっしゃって、つなぐむさんっていうお会社であったりとか、グローカル人材開発センターさんであったりとか、あとはキューズさんっていう方々と一緒に運営してるんで、そういった方たちとのコミュニケーションを取りながら、まあ、どうクエスチョンを良くしていくか、まあ、地域のためにどうクエスチョンを活用して皆さんの役に立っていくかみたいなことなんかを話し合いながら、進めていくというような役割も持ってますね。こちらの館長になられてからは平野さんどのくらいなられるんでしたでしょうか。はい、私はね、2024年4月になったばかりなんで、まだ半年ぐらいなんですけれども、どうですかこの半年館長になってみて。そうです、最初はねあのクエスチョンの館長かって思ったんですけど、やってみたらすごい面白いなと思って、まあ、結構自由に楽しくやらせていただいてます。すごく自由な感じがこう普段平野さんとお話してて、この前こういうイベントをしたんですよとか、なんか気楽にあのイベンターみたいな感じのいろんなお話を伺うことがあるんですけど、それもやっぱり館長としてというかクエスチョンのお仕事として当然だけどやってらっしゃるわけなんですよね。そうですね、そこが面白いなと思って、あのラジオでもいくつかご紹介いただけたらなと思うんですが、いかがでしょうか。ありがとうございます。なんかイベントとかはね結構やってるんで、あのちょっとあのマニアックなとこ言ったら、あのなんか喫茶偏愛みたいなのをメンバーがやってくれてて喫茶偏愛、偏愛です、偏愛、喫茶はあの喫茶ですね、喫茶店の喫茶です、はい、偏愛って、まあ、そこのバーで自分の偏愛を語るっていうすごい少人数でやったりもするんですけど偏りの愛ですね。そうです、そうです、まあ、でもそんなんができるのもクエスチョンだからこそだなとも思いますし、まあ、面白いなとかも思いますし、まあ、あるメンバーはあの伝統工芸品を自分でキュレーションして一階のカフェの奥に展示して、でそこにまあバイヤーさんとかをお招きして見ていただいたりとか、まあ、そこで地域の職人の方のまあ技を見てもらって販路の拡大につなげたりみたいなこともしてますし、まあ、私は昔あのただ自分がサッカーが好きなんで、はい、ワールドカップの時にあのおこしやす京都の戦術分析官の方がいらっしゃるんですけど、辰岡さん、ね、はい、その、まあ、本も出されてる方に辰岡さん、はい、サッカーの面白さをちょっと教えてくださいって言って一緒にイベントしましょうって言ってやりましたんで、それはあの、まあ、仕事と趣味がちょっとガッチャンコしちゃってるなと思いますけど、まあ、皆さん楽しんでいただいたし良かったかなと思ってます。
なんかそのむしろ今のお話を聞いてみんな仕事と趣味がガッチャンコしてなさすぎるんじゃないかなっていうふうにも思ってきました。うん、そうですね。それでいいんですよね。あ、それでいいと思います。はい。そういったことがあの、まあ、一人一人の、ところからはまず起こってきてイベントにまでしちゃったっていう、そこのあのなんだろうな、風通しの良さっていうとちょっと固い言い方ですけれども、そういうクエスチョンの風土スピリットみたいなものもすごくあるんじゃないかなと思いますので、これは後半に語っていただこうかなと思います。はい、はい、それでは今回曲をですね平野館長にセレクトいただいたのでミュージックブレイクでお届けしたいと思います。ご紹介をではお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ではスーパービーバーでハイライト。1,2 の3条ラジオカフェ、本日はクエスチョン館長でいらっしゃる平野明弘さんにお越しいただいてお話を伺っています。後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、スーパービーバーでハイライトをお届けしました。なかなかアップテンポで元気が出る曲ですね。でしたねこちらいつも聴いてらっしゃる、はい、朝曲ということで、はい、通勤の時にあのシャッフルで聴いております。はい、いやありがとうございます。シェアいただきました。さあ後半ではそのクエスチョンのいろいろなことが巻き起こるその風土というかスピリットのあたりについて伺いたいと思います。どうやってこういった今のクエスチョンができているんでしょうか。はい、まあ、もともと金融機関の仕事ってもうほぼほぼルーティンの仕事が多いんですけれども、イメージはそうですよね。はい、まあ、クエスチョンができた時に、クエスチョンは、まあ、企画を8割ルーティンを2割にしようということで、仕事を進めてまして。そんなことできるんですか。ルーティン2割だけに抑えるっていうこと。そうですね。はい、まあね、あの日々その多少の差はあれ、やっぱりその普通のお金融機関の営業店に比べると断然そういう時間がたくさん取れますんで、まあ、それをどんどん重ねていくとやっぱり企画力とか何かプロジェクトの進行する時の起承転結みたいなところも自分の中である程度形ができてくるんで、まあ、そこで仕事の進め方もどんどん早くなっていきますし、お客様の課題解決っていうところもスピード感を持ってできるんじゃないかなと思いますね。さらっとおっしゃってますけれども平野さん、それってすごいことですよね。そうですよね、普通はないですよね最初からもうでもそういう仕事の割合、企画を8割にしようということでクエスチョン自体もあの成り立っていっているということなんですかね。そうですね。はい、いやーすごいな。その8割で、あのだから、まあ、まずそのアイデアを皆さんが持ってきはるところからきっとスタートするんでしょうか。そうですね、あの、まあ、クエスチョンで働くメンバー自身も、まあ、自分でアイデアを持ったりもしますし、あとはやっぱり地域のお客様からこんなことしたいとか、こんな問題があるから解決したいんだけどみたいなお声を聞いたりしますんで。そうかそうか、自分だけじゃない、それこそ本当に地域である意味ですよね。そうですね。そこで、まあ、あの皆さんの思ってはることをまた形にしていくっていうのが、まあ、クエスチョンという場であり機能でもあるということなんですよね。そうですね。あのクエスチョンの一番最初、クエスチョンとはって調べた時に出てくる文言をちょっと読み上げたいと思うんですけれども、クエスチョンは一人では解決できないはてな問いに対して様々な分野の人が集まり、みんなが寄ってたかって答えを探しに行く京都信用金庫が運営する競争施設です、という書き出しで始まります。この寄ってたかってっていうところに遊び心を感じました。本当にそんな感じ。本当にそんな感じですね。で最近でもなんかね、地域の先生方とかに集まってもらって一緒になんか面白いことしましょうって言ったりとか、経営者の方に集まってもらって何か一緒に面白いことやりましょうみたいなことを、まあ、結構ね、あの荒っぽくお話ししてクエスチョンにお越しいただいたりもするんですけど、でもみんななんか、あ、そう、せっかくそういう場があるし面白いことをなんか俺たちでもやろうぜみたいな
感じで来てくださるんで、すごいありがたいなと思いますね。その、まあ、荒っぽくとおっしゃいましたけれど、それででも来てこう楽しい場になるっていうのは、やっぱり皆さん日々の生活、経営者の方は経営の中で何かこう抱えてるモヤモヤであったり違和感、もっとこうできるんちゃうかなみたいなことをみんな持ってらっしゃるから。そうですね。うん、最近でもあの経営者の方、まあ、5名ほど集まってもらってで、まあ、我々も何名か集まってお話してたんですけど、やっぱりその、まあ、経営者の方からお話を聞いた時に、経営者同士は異業種の交流があって結構、まあ、世間も広くなったりするけど、はい、自分たちの社員にはそういう場がないと、あ、視野が狭くなっちゃうんで何とかできないかな、せっかくこんな経営者の場があるんだったらここでできないかなみたいな話なんかもやっぱり出てきましたね。そうか、そうですね、異業種交流会っていろいろな場で開催されてはいるけれども、結構私も行ったらこう背広着てはる、あのやっぱり経験積まれた方にお会いすることが多いですわ。そういえばそうですね、そこに来て、まあ、あの入社してあの間もない方であったり中堅の方々って、確かに結構なかなかのそういう異業種の方であったり年近い方とお会いする機会ってないかもですよね。そうですね、なんか大手の方はね、もしかしたらあるかもわかんないし、我々、まあ、信用金庫だと結構そういうね、たくさんの人が集まる場に行ったりもするんで、場はあるんですけど、まあ、地域の中小企業の方は特にそういう場ってあまりないのかなと思いますね。うん、それはもう始まったものになるんですか？あ、そうですね、今まさに始まりかけてるんですけども、あ、まあ、その、まあ、経営者のその悩みを聞いたときに、もともと我々もその中小企業の課題を仮説として考えてて、まあ、それ何かというと、やっぱり新入社員さんが何年かに1回しか入らないとか、とは、まあ、先輩社員がもう10も上みたいなことがあるんじゃないかなと思ってて、でそうした時に、まあ、新入社員さんが気軽に相談できる相手がいないで、社内に、まあ、その結果、まあ、モチベーションが下がって離職しちゃうみたいな、ちょっと中小企業にとってはやっぱり、まあ、定着率が下がっちゃって、せっかく育てた人材が離れていってしまうみたいなことになっちゃうんで、これからって人材って本当に大事なんで、それを定着してもらうっていうこと大事だと思いますし、まあ、その時に、まあ、一つの会社では、まあ、会社の同期同年代の人がいなくても、年の近い先輩がいなくても、この地域全体で考えた時に、この地域を一つの会社と見て、集めたら実はそういう同年代の人とかたくさんできるんじゃないかなっていうので、今、まさにその経営者の方ともお話ししながら、この年末年始ぐらいからそういう、まあ、同年代、まあ、町の同期みたいな言い方してるんですけど、私の中ではすぐ会える同期っていうのを名前つけてるんですけど、すぐ会えるアイドルみたいな、なんか嫌なことあったら5分離れた B 社さんのあの人に喋れるみたいなことができたらいいなみたいなこと思ってて、まあ、それも、まあ、ただ集まってもらうだけじゃなくて、クエスチョンという場を使って、まあ、学びの場を提供したりとか、はい、でその後に8階にシェアキッチンがあるんで、そこで皆さんで、まあ、例えば料理を一緒にしてもらいながらコミュニケーションを取ってもらったりとかで、また食べながらコミュニケーションを取ってもらうみたいな、まあ、そこで、まあ、仲間作りができたりとか、まあ、ゆくゆくはなんか恋愛に発展して、さらになんか結婚しちゃいましたみたいなことが起こると、すごく面白いなと思って今企画をしているところです。いやー、面白い。あの冒頭におっしゃっていただいた共同体の言葉がここに来て聞いてきました。そうですねありがとうございます。その他にもあの教育についてもいろいろ面白い動きがあるということも伺いました。そうですね、はい、今 Q スクールっていう動きもしてまして、まあ、それは、まあ、中学校とか高校とか大学の先生方にお集まりいただいています。まあ、でもやっぱり学校っていう場所に閉ざされて、なかなか、他の学校とか他の地域の情報が入ってこないっていうような先生方のお声もあったんで、じゃあそういう場を提供しようということで、クエスチョンの5階にスチューデントラボっていう場所があるんですけども、ここは学生さん専用のフロアになるんですけども、まあ、そこに先生にお越しいただいて、先生方が、課題に感じていることなんかをシェアしていただくということをしました。でそれはもう2回開催したんですけども、まあ、2回目は、経営者の方もお越しいただいたりとか、あとは企業の人事部の方にもお越しいただいて、まあ、いろいろ話をしました。その1回目に、まあ、なんか教育が変わらない、採用の方法が変わらないと、
やっぱり教育も変わらないとか、生徒の人っていう部分を見てもらえないよねみたいなこととか、まあ、そんなことも言っていただいたんで、経営者の声を聞いてみようということで、2回目は経営者の声とか、人事部の方の声を聞くっていう場を設定したというところですね。この Q スクールのスクールの意味合いとしては、そうするとそう何かこう教えると教えられるの立場があるというよりは、みんなでまたさらに起こった1回目で起こったハテナが、じゃあ2回目こうしてみよう、経営者の方呼んでみようっていう、こう学び合いの場に発展していったことがすごく面白いなと思いました。そうですね、はい。で、前回はそこから、どんな教育をすれば、企業は採用したくなるかみたいなこととか、どんな人に来てもらいたいかみたいなことをみんなで、まあ、ブレスト的に出し合って、でそこからじゃあこのブレストした結果どんな事業があったらこういう人ができるんだみたいなことなんかを話し合ったりしたんで、まあ、それはそれですごい、まあ、先生の意見もあれば経営者の意見もあるしっていうので、いろんな意見が聞けて面白かったですね。いやーすごいですね。改めて多分今おっしゃっていただいてない他のさまざまな、事業であったりイベント試みというのがあるかなと思います。しかもあの8階にはシェアキッチンもあったりして、なんとあの全8階、まあ、いやあの屋上とかも入れたらもっとある中で、信用金庫さんとしてのザなとこは6階だけなんですよね。そうね、大事なこと言い忘れてましたねそこにしか京都信用金庫とかコミュニティバンク共振という名前はないです。そう、あと全部が何かしらのコミュニティの生まれる場、ハテナの集まる場になってるんですよね。そのことも含めて、こう今後またよりクエスチョンの、理念が体現するためになんとリニューアルをなさるということも伺ったので、少しそこについても教えていただいてよろしいでしょうか。はい、あの1階のカフェバーがあるんですけども、まあ、そこを、11月今の予定では8日ですね、はい、にグランドオープンしようと思ってます。まあ、カフェをもっと拡充させるっていうことを考えてますし、まあ、そこを運営してくれてるのが、キューズっていう会社なんですけれども、はい、そこのメンバーともいろいろ話をしてですね、もっとまあいろんな人にも来てもらいたいですし、もっとにぎわいを作りたいということで、カフェスペースを奥に、少し移動させてですね、で、今から全部言ったらもったいないんで、あのちょっと工夫を凝らして楽しんでいただけるような空間にしつつ、まあ、と手前のスペースではですね、我々、コミュニティバンク教室のクエスチョンのメンバーが、お客様の商品を展示するような、まあ、棚なんかも設けて、来ていただいた方にはそういった商品をご覧いただいて、楽しんでいただくみたいな、まあ、日頃からのにぎわいを作るみたいなことができたらいいなと思いますし、やっぱり地域の方のいい商品ってたくさんあるんですけど、まだまだ伝えきれてないところもあると思うんで、まあ、そういったところを我々が、代わりにお伝えするみたいなこともできればいいなと思いますね。で、名前自体も、まあ、あの仮の名前しかついてなかったんですけども、はい、広場っていう名前をつけて、広場、はい、皆さんに自由にお越しいただけるような、楽しんでいただいたりリラックスしていただけるような場所にしていきたいなと思ってます。うーん、1階だけでもね、すごくこう2階3階と続くあの上が吹き抜けじゃないですけど、すごく天井が高くって開放感のあるスペースですし、奥は奥でゆったりまだ空間があるから、その部分がカフェになる、でその手前の入り口の部分は、そういった展示であったりがあるっていうのは、すごくこう今伺っただけでも、あ、なんかいい感じだなって見えてきました。ありがとうございます。そういったことも含めて、改めて平野館長の思うコミュニティバンクであったりコミュニティについての思いというのを最後にお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。はい、あのコミュニティって昔と今とでは結構ね、あの定義みたいなものも変わってたりもするんでしょうけども、うんうん、でも、まあ、地域のつながりとか、まあ、そういったものもあるでしょうし、今は何か興味関心のある人たちのつながりみたいなとこもあると思いますし、でもやっぱり人とのつながりが希薄になりつつある時代なんで、まあ、何か、まあ、そういう興味関心でつながるとか、いろんなコミュニティで、つながる場を持っていただけるような場作りなんかもしていきたいなと思ってますし、まあ、コミュニティバンク共振としてはこれからやっぱり、まあ、地域の
課題ってたくさんあると思うんですけど、まあ、暮らしの課題であったりとか、はい、ご自由な課題とか地域社会の課題、こういったものを皆さんと一緒に考えていく、向き合って解決することを一緒に考えていく、うん、で共にいい未来を作っていくっていう、そんなことができればいいなと思ってます。ありがとうございます。今から未来に向けてのお話も伺いました。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回お越しいただきましたのはコミュニティバンク共振クエスチョン館長でいらっしゃる平野明宏さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。それではリスナーの皆様、また次回をお楽しみに。この番組は京都三条ラジオカフェがお送りしました。